いどうも皆さん、こんにちは。裏声が坂口恵さんに似てると言われた綱キャピです。今回は、いや、はい、今回はスカイウォーズやっていきたいと思います。俺そんなに坂口じゃない、坂口恵さんに似てない気がするんだけど、まあ、言われたのでやってみましたというわけで、はい、やっていきましょう。で、今回は、装備を縛ってやっていきたいと思います。本当に縛りプレイが大好きな、ちょっといかがわしい人なんですけどもやっていきましょう。で、クマさんをワンキルと、はい。で、ガップル持ったね、ラッキーだわ。でも装備が落ちたっていうね、ま、正直俺この動画今後付けで声入れてるんだけど、そう、ここで装備が、あのクマさんから本当は装備が拾えたならば多分この計画をしてなかったんだけど、このね、無装備の、そうだけどもちょっと拾えなかったので、ちょっと無気になってもう無装備でやってやるみたいな感じでやってます。まあ後付けしたってことは、どう結末がわかると思うんですけど、はい、まあ2キル目もうちょっと喋ってる間にしましたね。で、ここ神溶岩を敷いたんですよ。で、こいつが引っかかって後ろを向いてる間にファックビーチ。はい、というわけで3キルしてガップル食べて、ちなみに今回ですね、無装備し、装備縛りしてて、で、ついでにですね、なんと剣も今回使ってないんですね。ダイヤ斧ので、今回この縛りをやっております。まあ弓はね使ってるんですけども、このようにね、はい、というわけで、まあちょっとこっから結構ね、弓を拾って、あ、弓あるって思って、こっからずっと引き戦してるんですけども、カスだな本当に。た、引き戦は一番ね、PVP 勢としてカスだからね、もう剣士としてカスだよね。あ、すごい暴言いった。はい、というわけで、そこで戦ってるから漁夫乗りをしようみたいな感じで、で、奥にいる人もね、無装備なんですよね。無装備縛り一緒にやってくれた仲間なんですけども、まあここでキルをしてしまうという、本当はこれ白い鉄装備のやつ狙ったんだけど、間違えて当たっちゃうというね。で、残り一人、あの鉄装備ですね。で、ここで剣持つんですけど、やっぱりここはもう、斧で行こうっていうね、男前でしょ、ここ。かっこいいでしょ。で、まあ、その男前なところを半減させる、弓からのクソエイム。そして、キルというより落とす。はい、で、最後に卵が飛んでくると。はい、というわけで、無事ね、優勝ができましたというわけで、今回の動画すっげえ短いわ。はい、という感じで、今回の動画はちょっと短いんですけども、ちょっとたまたま無装備縛りし、あ、装備縛りしたら取れてしまったので、この動画を上げたいと思います。それでは最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。もう一本今日動画出すかな、わかんないですけど、まあそちらもぜひ見ていただけたらと思います。それでは最後までご視聴になるなら、いったわこれ。ありがとうございました。また見てね。バイビー。